すると1になると、なぜですねそのような業績を上げることができるのかというのは、書かれていますので見ていただきます。あの前の方に同じことが書いてあります、見ていただけますか。それを1位集中効果と言います。1位集中効果と言います。でまず何かというと、1位になると知名度があるので営業はしやすくなるんですね。営業はしやすくなるということになります。どんなのがあるかというと、例えばテレビ広告なんかやりますでしょ。テレビ広告なんかやりますと、まあ、あの東京に大きな電気街の秋葉原なんですね。あの、まあ、こちらが名古屋だったら栄とかになりますよね。で例えば秋葉原の、小さな電気の、ね、会社がですね、テレビ広告するわけです。そうするとお客さんがですね、秋葉原に来て、やっぱり電化製品は秋葉原だって行くわけです。そして買おうと思ったら、秋葉原に行ったらもう電気製品のお店が山ほどあるわけです。でそうした小さな会社とかは覚えられないんですね。じゃあどこを見るかというと、今秋葉原のど真ん中に山田電機ってあるんですね。あるいはヨドバシカメラってあるんです。そうするとお客さんそこに行くんですね。何かというと、1位になることによってどんな効果が生まれるかというと、他の会社が宣伝すれば宣伝するほど売れるということが起こっているんですね。あるいは少し昔の話ですが、アサヒビールさんがスタイニーっていう小さな瓶の、ね、ビールを作ったんですね。で、あのアサヒビールのスタイニーってしてるみたいにします。だいぶ、ね、すいませんね、あの年齢的なことが分かるか分かりませんが、その時どうなったかというと、あのキリンも同じようなビール作ったんです。そうすることによってどうなったかというと、アサヒビールさんがスタイニーのコマーシャルやればやるほどキリンが売れたということがあるんですね。何かというと、広告や宣伝すると1位の会社が儲かるという、そういう構造が、ね、実は出てるんですね。それが何かというと、1位効果というのです。次に言いましょう。次は何かというと、特定の地域に集中してお客様をすると、移動時間が少なくなってたくさん回るんですね。何かというと、訪問効率が上がってきます。でこれ後でも話しますが、移動時間って生産性ゼロの時間なんですね。あの仕事してるようなんですが、何も生み出せるわけじゃないんです。そういう時間が多くなるとどうなるかというと、利益が生まれなくなるんですね。そして企業によっては移動時間が 50% から 65% を超えると利益が出なくなってくる、そういう会社なんです。だから何やってるかというと、セブンイレブンさん同じ地域にお店出してるんですね。で3年前かな、特に来てセブンイレブンの話されて全然受けなかったんですよね。最近はちょっとセブンイレブンの話もね、したら分かっていただけると思います。だから、福井にセブンイレブン出した時に1店舗だけ作ったんですか。違いますね、数店まとめて作るんですね。何かというと、あれ輸送するためのロスが結構大きいんですね。だからまとめて作るわけです。だからセブンイレブンさん未だに四国にないんですよね。何かというと、やっぱりそういうところで1位作るのか、まあ、地域戦略と言いますよね。そういうものを決めてます。なぜかというと、移動するときによってそういう生産効率が悪くなっているということです。あるいは島村という会社もそうですよね。あそこも移動できるような範囲に店舗を作っていくわけです。それの地域戦略ですよね。これは後でまとめます。それ以外に1位になると紹介していただきます。で皆さんにね、聞いてみたいと言いますが、皆さん何か紹介するときにどこを紹介します。やっぱりね、一番安心なところを紹介するんですね。というのは、何か問題があっても、ああそうですか、でもあそこが一番ね人気がありますからねってこう言うんですね。だから1位になると紹介してないんです。で皆さんに確認しましょう。紹介していただくとどうなるんですか。利益性は一番手間がかかる収穫と販売の費用がかかるんですね。そうすると当然利益が上がっていくということです。これも1位の効果です。それ以外どんなのがあるかというと、1位になると同業が潰れるとお客さんが離れてくるんですね。これ分かりやすい話は、あの三菱のリコール隠しがありましたね。その時に、なんと 70% はトヨタさんにいたそうです。で武田は私の師匠のですね、師匠の武田洋一はもうこういう数字を調べるのが好きなんですね。で毎年ですね、あのトヨタさんの業績と他の会社の、ね、業績調べてるんですね。ですごいのは、トヨタさんですね、やっぱり強いですね。通常 0.3% やっぱり他より増えていってるんですね。他の自動車メーカーさんに、ね、しかしその時はなんとですね、伸びが一気に 4% なかったんですね。何かというと、経営は過激なストーリーゲームですね。他のメーカーさんが流れてくるわけですね。そういうことになります。あとでも言うか分かりませんが、皆さんね、企業が作れる時は一斉作れませんからね。どういう企業が作れるかというと、やっぱり小さな会社とか、飼料製品の小さな会社が作れてるんですね。
でそういうのを詰めたところはどこに行くかというと1位の会社に行くわけです。